この辺がサクッとできてくるとなかなかだいぶ力ついてきたなっていう感じですけど、どうだったでしょうか。ぜひですね、この合体グラフの考え方をマスターしてください。はい、2番も今度は三角比を含んだ二次関数の問題です。うん、でこれ以前ですね、もうちょっとこれよりも難しい問題は高田先生と一緒に合体グラフというですね、 ありましたね、はいはい、あのグラフはぜひ動画見てほしいですよね。うん、またその辺のところの合体グラフっていうところを見ていただければ、これの応用問題が見れるので、まあ、それよりもちょっと簡単な問題ですね。うん、はい、0から180度で三角比を含む方程式があります。うん、まあ、前回やったようにまずは種類を揃えるんでしたね。うん、なのでまずはこのコサインの2乗シータを1引くサインの2乗シータにすると、うん、でこの問題も A がありますから文字定数は分離しようと、うん、ということです。だからこういう何気なく書いてある定数 A とかっていうような、こういうのはしっかり読みたいですね。文字が定数なのか変数なのかっていうところですので、うん、文字定数の時は必ず定数何々と書いてありますから、そしたら1次の文字定数は分離するということはすぐピンときてほしいですね。うん、はい、そうすると種類を揃えるとこんな風になります。でこの方程式がシータが0から180度の間で解を持ってほしいんですけども、まあ、当然ちょっとこれ一旦置き換えましょう。うん、そうすると置き換えたら必ず置き換えた直後にその新しい置き換えた文字の範囲ですね。うん、そうすると今0から180度ですから、サインは0以上1以下と。はい。そうするとこの三角比を含むサインを含む二次方程式がこんな風になるわけです。うん、ってことはもうさっきの問題とほとんど一緒ですよね。うんうん、ってことは、この t の二次方程式が0以上1以下に解を持つ。ってことは、2つの関数、y イコール 2t の2乗引く t たす1っていう二次関数と、y イコール a というグラフが0以上1以下に少なくとも1つ共有点を持てばいいと。うん。ということです。はい。で、今このグラフをですね、0以上1以下の範囲で書きました。で、y イコール a ってのは当然こういう x 軸に平行な直線ですからね。うん。よってグラフよりと。高田先生、どの範囲で A は、一番下は頂点のところなので、はい、Y イコール8分の7だから、そうですね、一番8分の7ですね。ここのところが頂点ですかね。はい。ここが頂点。で、一番上のところが。が右端なので、Y イコール2ですね。だから、はい、ここですね。2まで。はい、2で。で、当然、イコールは入りますからね。うん。なので、これが、答えになります。はい。というのが答えになりましたね。はい。まあ、これは特に問題ないですね。これなんかまさにパラメーターで、さっきは AX で原点通る直線でしたけども、今度はもう本当に X 軸の平行なやつですからね。うん。だから、こう共有と思っていると。一番文字定数分離でシンプルなパターンですね。はい。じゃあ、続いて今度は2番です。うん、1番。この元々のこの方程式が4個解持つと。うん、この解って高田先生、文字で言うと何なんですかね。シーターの解。そうですね。これシーターのことですよね。うん、なので、さっきやった t の二次方程式で考えるんじゃなくて、最終的には t の個数じゃなくて、うん、シーターの個数ですね。うん、はい。そこで、まあ、これは合体グラフでやらなくてもいいんですけども、まあ、せっかくなので合体グラフをちょっと持ってきました。はい。合体グラフっていうのは、この t に変えた二次関数、さっき書いたこのグラフですね。それと、もともと t は何だったかっていうと、t はサインシータというですね。うん、この二つを合わせる考え方を合体グラフと言います。うん、つまり、このグラフが、こうですね。うん、で t イコールと言ってますが、t っていうのは本来この横軸なんです。うん、ところがこの横軸をちょっと首を90度右に傾けて縦軸と見てやって、うんうん、t イコールサインシータと見るのがもう一個の合体したグラフですね。うん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 、で、今、y イコールはこういうふうに動いていくわけです。うん、で、当然、t が存在しなければシータは存在しないですから、t は絶対存在しなくちゃいけませんよね。うん、そこで、じゃあ高田先生今から聞いていきますけども、
はい、A がこの辺にあるときは、T は、はい、T は0個ですね。0個ですね。T は0個ってことは、θ も全然論外ですよね。そうですね、θ も0個。はい、じゃあ、初めてのさ、この時、はい、ちょうど A が2の時ですね。はい。この時は T は何個ですかね。これは T は1個ですね。ここですよね。うん、それに対して θ はどうやって考えるんでしたっけ、これに対して。T が1の時の、ずっと下ろしてきていって、はいはい、で、ガツンとぶつかるってことは、θ、うん、も1個ってことです。ってことは、A が2の時には、うん、T は1個、うん、θ も1個ってことです、うん。はい。じゃあ続いて今度、この辺ぐらいですね。この辺に来た時、うん、この時も T は1個ですよね。うん、でもずっと下ろしていくと、ガツン1個、うん、2個、うん、ってことです。ってことは θ が2個です。ってことは、どっからどこまで、A の範囲はどっからどこまでにすればいいですかね。1よりも大きくって、うん、で、2よりもちっちゃいときですかね。うん、まあ、この時も1個で、で、この時は2個になりますかね。うん、じゃあ今度 A が1の時行きましょうか。A が1の時。1の時はここです。うん、そうすると、T は ?T は2個出てきます、ね。そうですね。ここは端っこ入れていいですかね。1個、2個で2個です。うん、それに対して θ が1個、2個ガツン。うん、こっちも1個2個、うん、ってことは T が2個で θ がここで4個になりました。はい。で次ポイントになるのは8分の7なので、8分の7よりも大きくって1よりもちっちゃいとき、うんうん、これもまあ同じですね。この辺にちょっと拡大してやると、ね、うん、この辺に来て、うん、でガツンガツンと、うん、でこっちでガツンガツンですから、うん、これもこっちが2個でこっちが4個です。じゃあ頂点の時 A イコール8分の7の時ですね、うん、この時はちょうどこうですね、うん、T は T は1個だけ1個ですね。ってことはもういくら増えても2個ですから、うん、もうこっから2個になってしまうんです。うん、ってことはもう今はまあその後やってもいいですけども、まず、あ、一応やっておきましょうか。 A がだから8分の7の時はもうないですからね。まあ、それはやらなくていいでしょうか。そうですね。ここですか、はい、T が0個になりますね。はい。ってことは4個のところを今探せばいいので、はい。ここなので。ってことはここですよね。はい。ってことは答えは、グラフより、先生、うん、答えはどうなりますかね。8分の7、はい。小なり、はい。A、小なりイコール1。はい。そうですね。ということで、これが答えになります。はい。どうですかね、皆さん。この辺がサクッとできてくると、なかなかだいぶ力ついてきたなっていう感じですけど、うんうんうん、どうだったでしょうか。そうですね。ぜひですね、この合体グラフの考え方をマスターしてください。で、これのもうちょっと難しいやつがさっきも言いましたけど、うん、以前高田先生撮った動画に載ってますからね、うん。ぜひやってみてください。はい。はい。ということで、まあ、1番、2番は解きたいですね。そうですね。はい。じゃあ続いて3番いきましょう。